はい、どうも、こんにちは。今回またね、殺人探偵ジャック・ザ・リッパーの続きからやっていこうかなと思います。前回は、まあ、とりあえず警察の方に お世話になったんだけど、まあ、エドガー、かっこ父が、まあまあ、父、お父さんになる意味はないんだけど、普通に、証拠が足りないから、もうお前ら話してやると、交流できないよっていうことを言ってくれて、まあ一応、アーサーは帰れたんだけど、なんだこれ、ちょっとよくわかんねえ。今いるシーンとの関連性がなさすぎてよくわかんねえけど、まあ、とりあえず今階層っぽいところに飛んでます。思わず目をつむった母のすぐ脇の壁に椅子は強い力で叩きつけられた。だが何、暴れ回っていた男は不意に苦痛に顔をしかめると首筋に手をやった。その首筋には一文字の切り傷があり、激しく動いたせいでかさぶたが擦れ血が滲んでいた。男は口の中で小さく罵倒すると両親から目をそらした。くそっとね、うん、どいつもこいつも舐めてんじゃねえぞ。お前やばくないか。お前薬やってるよ多分。再び暴れ出した男に母は悲痛な顔で小さく首をさらに振った。ダリル、ダリル、もうやめておくれ。ダリル、誰誰のあれ、これどの家庭なん。アーサー家ではないぞこれ。シャーロットだっけ、なんだっけ、アーサー、ヒューイット家じゃないぞこれ多分。誰の家よ。事務所前。まったく、うん、こんな朝早くに送り迎えをさせるとは。助かったよローリー。まさか身元引き受け人を君が買って出てくれるとはね。ちょっと怪しいけどね。医者に頼めばよかったのに。アーサーはローリーを身元引き受け人として馬車に乗って探偵事務所へと戻ってきていた。別にそれほど驚くようなことじゃないだろう、うん、僕は君の面倒を見ていると言っても過言ではないからね、うん、しかしローリーは形のいい眉を潜めると小さく息を吐いた。どうして何も言ってくれなかったの。何が。ローリーは真面目な顔でアーサーを見つめると訴えかけるように断う。分かっていると思うけどね、アーサー、うん、強盗というのは相手の財産を力ずくで奪う、うん、卑劣で義に背く行為なんだ。はい、ああもちろん分かってるさ。僕の家業はマフィアだ。もちろん暴力も生業にしているけど、うん、それは仕事を円滑に進めるための道具でしかない、うん、まあだが君は探偵だろ、うん、市民の代わりになって動き探り助ける。生活に困っていてもその精神は高潔であるべきだ。まあ正論だな。お金に困っていたのなら僕に頼ってくれればいいじゃないか、うん、なぜ相談してくれなかったんだ。それ俺が強盗殺人してるってことじゃんか。強盗殺人お前も疑ってんのか。そうすれば街角で通りすがりの人間の金品を奪うような事件を起こさなくても、うん、待ってくれローリー。僕が強盗なんてのは誤解だ。そうみんな疑うな。おい、縦板に水を流すがごとく次々と紡ぎ出される言葉を押しとどめるかのようにアーサーは両手を上げて叫んだ。誤解？何がだい、うん、いいかい、そもそも君の管理監督責任は僕にある、うん、やむにやまれぬ事情だとしてもその責務は。僕は誰も殺していないし、うん、強盗なんてやっていない。たまたま現場に合わせただけなんだ、まあ、ジャック・ザ・リッパーの間に言ってたからね。もう一人の人格の時に言ってたからさ、まあまあそうなっちゃうな。殺人現場にいるわけないもんな普通、探偵してたら。アーサー、なんすか。ローリーは深くため息を吐いた。やや呆れをはらんだ視線でアーサーを見やり、それでも優しく語りかける。今さら警察に突き出したりしないよ。他でもない、うん、君と僕の仲じゃないか。本当のことを話してもらっても。やってないっすよ。だからこれが本当なんだ、うん、信じてくれ。信じてくれよ、うん、ローリーはクリクリした目でアーサーの青い瞳をじーっと覗き込んだ。冗談だよ。なんだとこのクソガキは。信じてる。なんだおい、そんなにムキにならないでも分かってるよ。からかってんじゃねえよお前。そしてふーっと息を吐き微笑む。ローリーは背筋をピンと伸ばし上目遣いにアーサーを見上げた。だが、うん、殺人容疑で警察に拘留されるなんて由々しき事態だ、うん、あまり僕を心配させるんじゃない。まあまあそれはそうですね。はい、すいません。それはすいません。それに、うん、噂というものは出回るのが早い。警察署に連れて行かれる探偵、怪しいね。または警察署で拘留された探偵。警察署で拘留された探偵はやばいな。やばいやばい。氏名こそ伏せられていたけど、
今朝のラジオで放送されているよ、うん、君はどうやら連続殺人犯と目されているらしいね。やばいな、探偵事務所の評判下がるな、うん、くそ、やっぱりそうか。星1とかになるわ5段階評価星1がついちゃうわ。君の探偵業にも少なからず影響が出るだろう。はい、噂の火消しは僕が根回しをしておいてあげるよ。火消しの根回しってどういうことすんだろうねあのローリー、噂流すのかな。いいのかい。なーに、5人逮捕に無実の一般市民を拘留ともなれば、うん、ロンドン市警の評判を貶めることにもなる。はいはいはい、市民の不満が募るほど組織は動きやすくなるのさ。確かに。僕が面倒を見ている者にちょっかいを出すとどうなるか、しっかりと教えてやろう。あ、なるほどね。だから一般市民を拘留したロンドン市警っていう感じで広めていくんだ市民に。ありがとう。それ確かにな。たとえ不測の事態であろうと、理になることを積極的に選択していく抜け目なさにアーサーは苦笑いした。これくらい別に俺を言われることじゃないよ。何何何、急にいい雰囲気なんだよ。素直に伝えられた感情の言葉にローリーは照れたように頬を染めると、表情をごまかすかのようにごまかすように馬車へ乗り込んで去っていった。帰ってきた、よかった帰ってきた。しかしひどい目にあったな。アーサー自らの集団で事務所に戻ると思わずため息をついていた。改めて警察署での やり取りを思い出す。殺人事件の現場に立ち尽くしている男が怪しい、うん、考え直してみれば犯人だと思われても無理もないかもしれない、うん、まあ、怪しいよ。なんか頭おかしいやつか犯人のどっちかだもんなそこは百歩譲るとしても、証拠もなしに、うん、犯人であることを前提とした取り調べをされるのは侵害だ。まあまあ、そうだ、確かに強気すぎたよなあいつらは。それ以外にも、うん、あの夜もう一人の僕、何だったんだあれは。彼の脳裏に響いた驚愕的な声、彼の意思とは無関係に動いたからだ。そして彼が普段は絶対に抱かないような強い殺意。あの時襲いかかられて、うん、殺されかけて、僕はどうかしてしまったんだろうか。いや、もう認めろよ、もう認めろって。いるから、中にもう一人いるから。あの時は無我夢中だったけど、うん、感じたのは襲いかかられる危機感じゃなくて、うん、止めなければ人を殺してしまうという焦りだ。まあそんな感じだったね。僕はあの時相手をどうするつもりだったんだろう。殺すつもりでしょ完全に。僕だって人間だ、うん、復讐を、殺人を考えたことがないわけじゃない。まあまあまあ、俺はないけどね。けどそんな気持ちは随分前から鳴りを潜めていたのに。まあだからあれだよね、母さんがやられた時に、なんで父さんなんでって言った あの瞬間だよね。殺意を湧いた瞬間っていうのは。アーサーはソファーに背を預けると、天井を仰ぎながらぼんやりと思考を遊ばせた。殺人か。殺人探偵ジャック・ザ・リッパー来るか。殺人は悪だ、許されないことだ。殺人が悪か場合による。いやー、これはね、難しい話ですよ。これ哲学みたいなもんだよ。殺人は悪だ、許されないことだとも言え切れないんだよ。なぜかっていうと、ただね、この殺人を括弧正当防衛とするのであれば、なんていうの、まあ、っていう。正当防衛であっても、殺人は正直いいことではないんだよ。はっきり言って。正直ね、法に処してもらった方が一番、誰の罪でもない。やったやつが悪いだけ。殺人が悪化は場合による。これなんだけど、これが正直近いかなと思うんだよ。殺人っていうくくっちゃうと、本当あれなんだけど、これ正当防衛だった場合ってこと考えたときにさ、どうなのって話じゃん。ぶっちゃけ。だってさ、警察だってさ、特にアメリカとかの場合だったらさ、あれじゃん、凶悪犯いたら発砲すんじゃん、一旦。2回言っちゃったけど、凶悪犯いて発砲すんじゃん。で、場合によっては死ぬじゃん、多分凶悪犯。それっていうのはやっぱ警察が市民を守るために、まあ殺人を犯してるわけじゃん。言ったら発砲して、倒すっていうのは、まあでも今どうなんだろう、麻酔銃とかなのかな、麻酔銃とか、
しびれさせるとか、その程度になってるかもしんないけど、ま、場合によると思うんだよ、正直俺はね。進めるわけじゃない、進めるわけじゃないけど、いざという時に、完全にこっちに火がない時に、もう俺が自分が殺されるっていう瞬間だったら、どうなんだろうっていうことじゃん、やっぱり。いやでもな上もいいな、殺人枠だ、許されないことだ。やっぱ下でしょ、言っても。これだってさ、個人の問題じゃなくてさ、例えば、いや警察が殺すとかさ、法で死刑が出た場合ってさ、結局死刑だって結局殺人なんだからね、言ったら。死刑が許されるってことは、殺人が場合によっては許されてるってことだから、これでしょ。殺人も場合によっては容認されるんじゃないだろうか。そうよ、そう、うん、例えば正当防衛。そうだ、改めて考えたら、警察が発砲して凶悪犯をまあ殺すことも、死刑っていう形で犯人を殺すことも結局殺人なんだから、言い換えれば。そういう場合によってはよ、場合によってはなっちゃう。そう思った途端、昨晩襲われた時の恐怖がまざまざと蘇ってきた。そうだ、昨夜みたいに自分の命が脅かされた場合は急に相手に反撃するのは生物として当然だろう。まあまあまあ、僕は黙って殺されるような博愛主義者じゃない。まあそれはそうだよ、黙って殺されるなんて。ちょっと相手の命を奪うようなことになっても。アーサーがそこまで思考を巡らせた次の瞬間。確かにな、お前の考えはもっともだ、うん、正当な防衛は行うべきだぜ。まあ、ジャック・ザ・リッパー、もう一人の僕の場合はあれだけどね、勝手に運んでいたけど、足を足を運んでいて殺人犯と戦いに行ってるけどね。それはちょっとまた話変わってくるけどね。はあ、あ、男の声がアーサーの脳裏に響いた。彼は思わず驚きの声を漏らして起き上がり、部屋の中を 見回した。探偵事務所には誰もいない。まただ男の声、うん、つれねえな、せっかく心配してやってるってのに、こういう時には誰かに話してみるのが得策だぜ。うん、例えば俺とかな。いつになったら見えるんだお前は。このそんな、見えた、見えた、ついに見えた。あ、ここサムネいいなここサムネいいな。視線を上げたアーサーは驚愕した。部屋には誰もいない、いなかったはずだ。よう、はじめましてだな。ついに見えたんだな。だが目の前には全く見たこともない男が驚愕的な笑顔を浮かべて立っていたのだった。誰かが事務所に入ってきたわけでもない、そこに降って湧いたように唐突に。ちょっと一回ちょっとサムネをちょっとちょっと時間を置こう。いやー、いい家じゃんこれ。これはいい家だわ。幻覚、かすれたような引きつった声でアーサーはやっとそれだけを絞り出した。しげえって、うん、だがまあ気にすんなよ、好きでここにいるわけじゃねえ、うん、俺自身何が何だかさっぱりだ。もう一人の僕、何を言っているんだお前は、うん、僕は頭がおかしくなってしまったのか、うん、なんて面だ、捨てられた子犬みてえなひどい顔だぜ、うん、アーサー・ヒューイット、お前は正常だ。正常だ。まあ俺に言われたところで安心なんてできるわけはねえが、うん、くそくそ、なんだってこんな。いや大変だよな、でもな、そういうことになったら大変だと思うわ。俺も実際多重人格ってやつ。アーサーは弾かれるように動き出した。行き先はもちろんウォルターの診療所だ。おいおい、どこ行くんだよ。出てきた、出てきたな。帰ってきたばっかりだろうが。うるさい、お前を消す方法を探しに行くんだ。あ、そうなるよな、焦るよな。アーサー、うん、どうしたの、そんなに慌てて。察してくれよ。ごめんソフィー、ウォルター先生はいる？うん、ちょっと待ってて。いつもいるな。まあいるか、まあそりゃ。おお、診療所か、うん、つまりお前さんは自分の頭がおかしくなったと、そう判断したわけだな。でもなんかあれだな、ついにもう対等に話せるようになったのね。頼むから黙ってくれ。あれだね、だから旗から見たら独り言をめちゃくちゃ大きな声で喋ってる人に見えるんだ。だがいけねえな、うん、冷静さに欠ける行動だ、うん、男たるもの、どんな時でも冷静に判断しねえとな。
いくら予想外のことが起きたからって黙れと言ってるんだ。はやばい、ソフィーが。ソフィー、ごめん、君に言ったわけじゃ。まあまあ、黙れと言ってるんだって文脈的にはまあ言ってないってわかるだろう。母さん、誰と話してたの？相棒音だぜ。誰って？アーサーはここでようやく男の原因が自分にしか見えていないという事実に思い当たった。ああ、子供相手に怒鳴るなんて紳士として最低だな、お前さんは。本当にごめん。うん、独り言だよ。ウォルター先生は大丈夫？うん、お父さん、ちょうど空いてるからアーサーを見てくれるって。ちょうど空いてんだ、いつもちょうど空いてんな。そうか、うん、ありがとう。ありがとう。うん、奥へどうぞ。先生、もう見えちゃいますよ先生。それで、うん、何があったのかな。例の移植のせいですよ多分。このじいさんがお前さんの主治医ってわけが。実はその、うん、幻聴だけでなく幻影まで見えるようになったんです。うん、なんだって、うん、もう少し詳しく聞かせてくれるかな。うん、昨日帰ってから何があったのか。昨日先生に言われた通り、うん、調査を打ち切って休もうとしていたんです。はい、ところが眠ったと思ったら全く知らない場所にいて、ナイフを持った相手と格闘していました。いいよな、主治医っていうか、そのなんか心をさ打ち解けた先生がいるっていいよね、ちゃんと言えるから。声どころか、うん、体が勝手に動いていたんです。うん、自分じゃないようなことを話しながら、うん、笑って楽しそうに。それで、うん、今日になって幻聴だけでなく幻影まで見えるようになってしまって。うん、無遊病とはまた違いそうだな。知らぬ間に動くのでもなく意志を持っているのか。そうですね、意志、そうですね。まるで誰かがかぶったな、僕の体を操っているみたいでした。そう、そしてまあ、完全に多重人格です。そして僕は、うん、もう少しで人を殺してしまうところでした。それは深刻だな。うん、アーサー君、深刻です。もっとよく調べてみた方がいいだろう。私は過去にも似たような症例を研究していてね。うん、きっと何かの力になれるはずだ。お願いします。ありがとうございます先生。先生、ただ率直な意見を言わせてもらうなら、うん、一度検査入院をした方がいいと。いや、いいよ全然入院するよ。入院は困ります。まあ仕事でできないもんな。だろうね、誰だって困るだろう。だけど君の場合、幻覚が見えるというだけでなく、うん、衝動的に人を殺しそうになっている。まあ入院っていうかもはやあれだよな、拘束だよな。一度徹底的に調べてみるべきだと私は思うね。うん、拘束された方がいい身分ではあるわな。そうかもしれませんが、うん、そんな暇はない、調査を続行しなければ。うん、念のため。いや、調査を続行しなければっつってもさ、別に検査入院なんか大して期間取らないっしょ。しかもそんな、ねえ、いいよ。こんな状態に置かれたら別にさ、入院でしょ。別に調査依頼なんかもさ、あいつじゃマフィアのやつじゃん。まあ、あいつぐらい別にいいじゃん。ちょっと、体調良くなかったからさ、つって入院したんだよって言えばもう別に、じゃあしゃあないわって言うよ。あいつだったら多分。わかりました。うん。一度入院して、原因を徹底的に調べてみたいです。当たり前だろう。きー、本気かよ。やめとけやめとけ。こんな怪しいじいさんに体をいじられるのはごめんだぜ。アーサーは人を殺してしまう可能性を危惧していた。このままではいつか誰かを傷つけてしまう。こうなる前に何とかしなくてはならないと。わかった。すぐに入院の手続きをしよう。うん、ソフィー、部屋の準備を頼む。うん、アーサー君は着替えなどを用意してくれた。何するんですか検査入院って。はーい、わかりました。アーサーがお泊まりだね。お泊まりっすね。ソフィーは弾んだ声を上げるが、アーサーの顔色は晴れなかった。まあ笑えない病気持ってるからな。こうしてアーサーは幻覚の治療のためウォルターの診療所へ検査入院することとなった。
アーサーは当初すぐに治療がやみ、元の生活に戻れるだろうと考えていたが甘かった。症状は一向に改善されなかったからだ。あれ？あれ？終わった？ゲームオーバーじゃんこれ。長期金を確保した方がいい。ウォルターからそうつけられ、アーサーは探偵事務所を畳む決意をした。というわけで、しばらく戻ってこられないと思う。あれ？ずっと開けておくのももったいないから、ここは誰か別の人に譲ってあげてほしい。やっぱりあの殺人探偵ジャック・ザ・リッパーで生活した方がよかったっすか？まっとうな人間の判断したらダメだったこれ。殺人探偵ジャック・ザ・リッパーとして人生を送るべきだった。アーサーはローリーには筋を通す必要がある。包み隠さず全てを話し、事務所から離れる過程を伝えた。そうか、そういう事情なら仕方ない。話は分かったよ。いやこれ終わったら多分ゲームオーバーだわ。ただ、うん、アーサー、この事務所は君が帰ってくるまでこのままにしておくよ。ほらあれだな、ゲーム名が殺人探偵ジャック・ザ・リッパーから探偵になるわ。殺人とジャック・ザ・リッパーが消えて帰ってくるから探偵になっちゃう。だけどローリー、構わないと言ってるんだ、うん、荷物はそのままでいい、はい、定期的に管理もしよう、はい、まあ別荘代わり程度に使わせてはもらうがね。いやてかさ、ちょ先に言っていいですか、ゲームオーバーなんでしょ。どうせゲームオーバーなんだからもういいよ、ゲームオーバーで。だから約束してほしい。終わってくれよ。幻覚だかなんだか知らないが、うん、必ず治療してここに戻ってくるんだ。普通に真っ当な判断したままゲームオーバーなりそう、まあ、後悔はしねえけど。ローリー、うん、分かった、うん、約束する。ごめん。必ず治療を成功させてここに戻ってくるよ。殺人探偵ジャック・ザ・リッパーが終わったわ。終わった、探偵だわ。あれ、しかしアーサーの決意も虚しく、彼の症状が改善することはついになかった。1年が経ち、2年経ち、一向に良くならない幻覚を相手に神経をすり減らしたアーサーは消耗しきっていた。だがそれでもアーサーは誰かを殺してしまうよりはマシだ、そう自分を納得させるんだった。バッドエンド。バッドじゃねえよ別に。ねえ別に、だってまっとうな人間の判断したらそれは入院するよ。まだ見せられるのか。ゲームオーバーになったってことはこれだよな。かー、ボーナスシアターだよー。かー、耳をつんざくようなこの音、うるせえな。フィクションであり、うん、見た見たから。なんすか、うるせえんじゃんお前目が。声が高くて耳障りなんだ。おはい、どうも僕です。どうも。このコーナーでは本編でゲームオーバーになった原因とその対策を、だから解説することになっています。あれでしょ、殺人探偵ジャック・ザ・リッパーっていうゲームだから、それを守るために、いや仕事しろよって。いやいや、お前殺人探偵ジャック・ザ・リッパーっていうゲームにしたんだからさ、あんたやる権利、やる義務あるんだよっていう会社側からのあれでしょ、命令でしょ。要するに今回のゲームオーバーの原因について、うん、お父さんの診療所に検査入院したら、そのまま一生出てこられなくなりました、エンドね。殺人探偵ジャック・ザ・リッパーだもんな、ゲーム名が。ごめんな。簡単に言えば、事件の調査やってる時に、のんきに検査なんかやっちゃダメってことよ。いや、正直にね、ゲーム会社。正直に言っていいよ。絶対そんなことじゃない。事件の調査やってる時に、のんきに検査とかそういうことじゃないよ。殺人探偵ジャック・ザ・リッパーとしてゲームをやってくださいってことでしょ。そう言ってください。そうだ、君が言っていい。言えよゲーム会社、はっきりと。殺人探偵ジャック・ザ・リッパーってゲームだから、ちゃんとそれでやってくださいって言えよ。ボーナスシアターなんだから。うん、医者の娘だから医療行為にケチつけちゃダメなんて誰が決めたの。ごめんって、殺人探偵ジャック・ザ・リッパーとしてやるから、ごめんって。そうよ、ここでは私がルール、うん、私が決めたことは絶対なのよ、うん、私に従いなさい。うっせえな。ソフィーが暴君とかしている。うん、そんな横暴な思想に身を染めちゃダメだ、うん、目を覚ますんだ、うんうん、なんだこのクソみたいなコントは。何言ってるのよ。長い長い。私が世界のルールそのものだってことは、うん、ベオウルフにだって書かれてることなのよ。まあ見方を変えればね、こういうところもちゃんと作り込んでんのよ。見方を変えればこういうところにも作り込んでて、楽しませる工夫はしてるんだけど、ま、俺はそういう見方できない人間だから、クソなゲーとしか思わないんだよ。絶対嘘だよね。無駄な会話が長えなって思っちゃってんの。そう、ね、うん、ともかく主人公が悠長に入院なんてしちゃダメよ。そうそう、結論言っちゃって、結論早くちゃんと事件を解決しないと。まあそうだな、主人公が事件を解決しないといけないゲームだからね。事件の調査中だということを忘れちゃダメ。うん、早く戻って探偵家業を続けよう。はい、というわけで、うん、今回のボーナスシアターはここまで。 See you。
あ、でまあこんぐらい長さで終わるんだったらまあ噛みつかないよ今後も。じゃあごめんね。うん、これぐらい長さで終わるんだったらいいよ。See you。 うん、See you。 まあごめんて。まあてなわけで結構時間来ちゃってるからもうここで切るわごめんね、なんかすごい変な終わり方だけど、じゃあここら辺で終わります。じゃあ、あざした。